皆さんごきげんよう、トールギャルミリナでーす。テンション高めでお送りしまーす。で、今回はもう秒で皆さんにね、自慢したいものを自慢するコーナーなんですが、それは何かというと、でででれってでー、大もー世の中令和も3年になろうというのに、むしろ、多分皆さんご存知ないと思うので、ご存知ったらあれなんですけど、説明するんですけど、ダイモというのは、テプラ的なやつです。この文字を入力して、この文字をバチンバチンってこう、立体的に打ち込んでいって、こう、好きな言葉のシールが作れる的なやつです。で、もうね、何年代のものなんだ？こうね、知らんけど、後で私がきっと調べてここに書いてくれると思うんですけど、っていうすごいレトロなコンビナル遊びです。で、今回私はこれで、ミピちゃん、ミピちゃんっていうツイッターのサブアカがあるんですけど、そのミピちゃんシールを作るべく乱闘していきます。ミピちゃん。これはですね、多分、ひらがなとか打てるやつを買った気がする。待って、ひらがな打てなくね。ひらがな打てるやつを買ったような気がするんですけど、なんか違くて、アルファベットと、小文字と、ちょっとこの、美しいヒンっていう、筆記体筆記体みたいなやつと、あと、ハングルが打てるっていう、とりあえず、英語で、バシバシやっていこうと思います。ピンクで可愛いっていう理由で、これにした。開けていきます。ベリベリー、ベリベリー、ベリベリー、あ、ちなみに、こんな感じで、テープも、黒、ピンク、透明の3色買ってます。親からもらった大事なお手手で、ビリビリ、ビリビリ、えい、え？あるある。落ちる無理ですね。てか、パッケージ可愛いのに完全に破壊しちゃったな。わー！取れたー。はい、じゃじゃん。たった今、これもう一個あったんですけど、落としてなくしましたね。で、こんな感じで、すー。で、使い方がね、もう全然わからん、全然。これ使い方でーす。説明をね、読みたいんだけどね、目が悪くて全然見えないの。待って、なんかさ、これ、説明書の進行が1、2、3とかじゃなくて、A、なんか、2A、2B、2C とかになって、これ。1A から 2A に進むのかな？ 1A, B, C, 2A, B, C。あ、そういった？え？ IQ テストじゃん、こんなん。飛ばしまーす。はい、なんとかなりました。ここのところにはめて、で、ここに通して、これ本当にいいのかな？ハサミのところでカチカチしてたらテープが進んで、無事こうなったんですけど、大丈夫か？中で細切れになったりしないかな？と言いながらも、とりあえず、やっていくスタイル。とりあえず、ラブって入れてみましょうか。ラブは大事ですからね。はい、L。本当にこんなんでなんとかなるのかな？ A。確かな手応えはあった。だが、こっち。V。おー、慣れとる中に止まらないですね。さっき説明書に絶対逆回転すんなって書いてあったような気がするんですけど。まあ、いったん。で、お、イエーイ、ラブになったー。待って、ラブになってない。LOVK になってる。どうして？ちょっと私には早かったのかもしれない。イエーイ、ロブ家のシールができました。嬉しい。とりあえず、使いこなせてよかった。シールに飾れてよかった。はい。ラブリベンジです。で、いい。あ、できてない？今度はね、頭の方が切れちゃいましたけど、まあまあまあ、とりあえず、パチッと切ると、イエーイ！ビッグラブができたー！かわいいー。はい。ということで、二度目も若干なんか失敗してしまったんですが、わかりますかね？この、印刷じゃなくて、テープをギュッて押し込んでるので、文字に立体感があって、
まあ、めちゃめちゃこのプリミティブではあるんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよ。これとか多分、調味料の瓶とかに貼ってあったらすごいおしゃれだと思う。テフロもね、それはそれで味はあるんですけど、何しろこのアナログ感ですよ。で、これをピーって剥がすと、そのまんま貼れます。粘着力はどうやらそんなに高くないっていう風に言ってる方がいるんですけど、まあ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 。で、このように可愛いシールが出てました。いろいろやってみよう。では次は、ちょっと気になってた透明のテープをセットできたので、ミルナって打っていこうと思います。はい、M。ミルナって名前がですね、本当にこの被らないようにあの誰も使ってなかった当時、ミルナ、MILLNA にしたらすごい読み間違えられるんですよね。それはそうだ。そのままじゃ読めないもん。ほんとね、皆さんは変な名前にしちゃダメですよ。で、ギュッ。これで、できたー。動画で見づら。でもね、これは貼ることによって、多分ね、わかるように。あ、シンプルに逆？いや、ほんとにわかりづらいんだ。貼ることによってわかるようになります。というのも、これを、裏のテープを剥がすと、見てください。めっちゃ魔法みたいに綺麗じゃないですか？ねえ、これをですね、水筒などに、普通に水筒出てくるっていう。水筒などに貼ると、ミルナちゃん水筒になりました。めっちゃクリスマスプレゼントでした。嬉しい。本当に可愛い。はい、ということで、とってもいい感じです。ちなみに、この透明カラーは本当に透明なので、このマスキングテープを内側に貼ったりすると、マスキングテープの柄が透けて、結構可愛いダイムが爆誕するらしいので、ちょっとやってみますね。私、ウィリアム・モリスが大好きなんですけど、美術館で買った、秘蔵の幅広ウィリアム・モリスマスキングテープ。はい。で、マステダイムの作り方。こんな感じで、マステに、そのまんまこれを貼っちゃいます。えい。これから特に幅広タイプなんで、横でいけちゃいますね。はい。こんな感じになりました。そしたら、このダイモの形に沿って、で、そうすると、もう粘着力自体も、要するに、マステになるんで。で、こんな感じです。ウィリアム・モリス、ミルナちゃんテープが爆誕しました。かわいい。ということで、じゃじゃん。できたよー。念願のミピちゃん。めっちゃ、かわいくない？という感じで、ダイモンでした。これでね、めっちゃ、かわいいお名前シールを大量に作る権利を手に入れたので、使用者と、あと、様々なことに使っていきたいと思います。イェイ。私、この間も携帯ラジオ買ったし、あの、電池式の。ここだけなんか数十年前なのかなって感じなんですけど、とりあえず、そんな感じで、ありがとうございました。チャンネル登録、インスタグラム、ツイッターのフォローをしていただけると、皆さんがハッピーになる。あの、めっちゃ可愛い情報を載せているので。ということで、ありがとうございました。ふい。てれってん、てれってん、目玉。